どうも、シューティングです。りょうへいです。お願いします。というわけで今回は大阪に来ております。はい、そこで今回は、はい、スポタカさんに今回はお邪魔しております。もう今日ね、朝からね、いろんな方に会いました。はい、たくさん会いまして、もう本当もう今終盤戦です。まあ一番最後のかな、はい、そう大取り。そうですね、スポタカさんで今回は、お店の中の商品を、見ていきたいと思います。まあ初めてだからね、僕たち。そう、初めてなんで、どういう商品があるのかっていうのを見ていきたいと思いますので、うん、まあ早速中に入っていきましょうか。はいはいはい、しっかり許可をもらってますので、行きましょうか。さあ、お邪魔します。よろしくお願いします。お願いします。店長のボブさんです。よろしくお願いします。ワンちゃん情報によるとめちゃめちゃ面白くて、いく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 エアメンさんのやつはめちゃめちゃ、エアメンさんほどではないですね。本当ですか。はい、ではないですけど、あのちょっとだけ面白い。自分で言えるのそれめちゃめちゃ面白いですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ待ってください。ありがとうございます。あともう数時間でもう東京帰るんで。あ、ほんまですか。ほんとほんとです。すいません、ちょっとすいません。瞬間移動使ったらいけるんでね。めっちゃ面白いです。めっちゃ面白かった。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと待って、ちょっと待って、早速入り口に。やばくない？バッテがなんか大1000円から。しかもさ、パワーワークまで安くなってるんです。1000円からですよ。これ5000円パワーワーク。ちょっと、あ、申し訳ない。ちょっと財布持ってください。財布なんでなんでマジか。あの、革のものが大体5000円って感じかな。そんなことないでしょ、なかなか。ちょっとバッテ欲しいね。バッテ買いたいな。バッテ買っていいかな。このモーションワークどうすか。モーションワークいいですよ。本当ですか。僕はあれです、あの使ってるんだよ、モーションワーク。本当ですか。買わねえよ。本当、違う違う違う、買わねえじゃなくて、いや、なんかモーションワークより僕はパワークスみたいなのが前言ってたからさ。嘘。まあどっちも自分使ってるんで。これな、何色、これカラー、何の限定、何の限定、今年の限定。いや、とはまた違うやつの。全部これモーションワークっすよ。うん、モーションアーク、パワーアークってないのか。俺が知ってるのはさ、パワーアークなんだよね。お、これかっこいい。それもモーションアークか。あ、モーションアークです。パワーなアークはないのかな。それは Z の。俺ね、水の系は使ったことない、人生で一回も。意外。実はなくて。サイズある。あるんだな。あんたら俺のことを何だと思ってんだよ。今サイズない男だから。サイズある、サイズあるとかねとか、なんとかかんたい言って。ちょっと心配なんでつけてみます。さすが。全然これ買ってもいい。いや、これいいわ。え、どうすか。スモースシェイプなんですよ、モーションワーク。何を？スモーススローモーション？スモースシープ？スムースシープ。そう。スムースシープっていうの？片押しじゃない。スムースシープなんです。すごいな。え、ぴったりぴったり。え、これ買おうかな。しかもここさ、ここすごい窮屈。グッてできるためかな。そういうもん。すんなりいかない。すごい。メロンカラーですね。これって今年のカラー？いや、違うと思う。まあ、今年のようにちょっと似てる？柄がない感じ。なるほどね。今まだまだでもちょっと他の、まず一回これちょっとキープしてて、はい、買いま、キープで。とりあえずこんだけ安いよっていうね。そう、見てもらって、ほら1000円から5000円ですよ。マジで安い。赤いレンがついてるものが対象ですって。なるほどね。うん、でもいいな。でもここを見てもローリングス多いな。そうね、ローリングス、ウィルソン、ウィルソンかな。ローリングス、ウィルソンがすごく多い。あとスラッカー。あ、スラッカーもあるね。でもローリングス、ウィルソンが圧倒的になんか多い気がする。まあ、Z、この辺か。これ上に買うんだっけ。いや、ブルー系じゃなかったっけ。大会で使えないけど。そう、大会で使えないからいいやんって。楽しいです。それ仕方ないでしょ。楽しいです。じゃあ、あとえ、なにこれ。なんか今年、あの、え、今出始めたやつですよね。ひまわり、これ花火。花火、これ花火っぽい。え、すごい花火っぽい。え、この見て、素材なにこれ。合皮なんじゃないかな。やっぱ合皮合皮がここについてんのか。まあそこだって川でも合皮でも変わんねえもんな。まあね、そこは。すごい、ローリングス、ローリングス、ローリングス。もう ローリングスって言えばさ、ローリングスのこのマークがたくさんあるっていうね。すごいな。ザナックスのこれは、うわ、かっこいい。ちょっとこれ買いたいぐらい。藤川球児さんじゃないですかね。これも大会では使えないですけど、かっこいいな。カラー、カラーめっちゃいい。これすげえ、これかっこいいな。これどう、これ店舗別注。店舗別注マー君モデル。え、店舗別注マー君モデル35,000円。安っ。35,000円。ブルーレイカット。違う。シンプルに俺もすぐに違うって言っちゃったよ。ブルーレイカットじゃねえや。ごめん、あの、俺ももうちょい突っ込めばよかった。それは謝る。あ、ガチで間違えた。ブルーレイってなんだっけ。ダイバーシティブルーだ。ブルーレイカット。メガネか。すごい。この顔もすごい。それと福谷投手も出るんだっけな。中日の鱗みたいな。多分福谷さん。マジか。ほら。本当だ。だからウロコダイル柄っていうのか。クロコダイルか。ウロコダイルってなんだよ。クロコダイルね。そうそう。大丈夫かお前ら。そのこと言えないよ。で、あとあれか、スラッカーの店舗別注が。わあ、いいな。スラッカーでこの色って見たことないんだけど。確かにない。この色はある。なんか
やってんのこれ、やってんの。これすごい前に見たな、そういえば。やってんぞこれ。徳さんが初めてスラッガーをオーダーするっていう。それなのこれ。同じ型番だと。ここでやったの。かな確か。これあれじゃない？なんとかってやつ。片押し？違うよこれ。なんだっけ。さっき手ね、あわちゃんがなんとかって。なんとかかんとか。ごめんわかんない。あわちゃん。あわちゃん。あわちゃん。ちょっと聞きたい。これ何だっけ名前。なんだっけ。ラスマークっていう。そうラスマーク。そうラスマーク。ラスマーク。別に店員さんじゃないですけど。ラスマークっていうなんか削るみたいな。データ刻印ですね。はい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 。彫ってその中を色つけてっていうので、このカラーで。すごっ。ショートアイナーめちゃくちゃあるよ。すごいなこれ。これって何？ここで買ったものしかやってもらえないの？もう行きますし、あのなんか持ち込みだったら何千円かあのできる。じゃあ俺のここにも行ける？なんで？腕。それはまた別のとこ行って。てか入れないでお願いだから片腕置いて帰らないといけないダメかじゃあこれ多分スパイクもいけますよ。マジでスパイクはいいかもしれないですね。ラスマーク今日できんの？今日。いや店員さん、店員さん、いや今日とかわかんないですけどインスタ情報なんですけど。ちなみにこれおすすめしますか？あーやめとき、待ってやめとけラスマークはかっこいいけど時間がかかる多分。でもな、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 自分のグラブとかつけてみ、オリジナリティーますからめっちゃええで。もう草野球って言ったらやっぱオーダーとかするじゃないですか。もうオーダーにプラスラスマークでオリジナルのなんか自分のピッチングフォーム、シルエット入れたりとかしたらめっちゃええと思うんですよ。最高っすよ。それでもいいならやってみて。やばい、ショート動画一本うちでやってもらっちゃった。一本やってもらっちゃいましたよ。ありがとう。いいですか？ありがとうね。何これ？ちなみにこれ何これ？ザナックスだよね。ビクタス、これ何これ？すごいバットがあった。すげえトレーニングバットっすよね。かな、いや試合用じゃない？おかしいですそれは。それはそれでおかしいですよ。バッテみたい、バッテみたい、バッテみたい。パワーアップはこっちにありますね。本当だ、サイズがね、サイズがサイズがない。一番下にあったプロキンのダイバーシブルか。どう？プレミアムねえなっていうか、サイズがない。あ、一個だけあった。それもプロキンかな。同じやな、同じやつ。一緒やん。会えず、また巡り合えない、なかなか。なかなか俺とパワーアップは巡り合えない仲なんだよな。これを下げ、なんかサイズ合いそう。シャープレイとか、シャープレイなんかなかなかないね。牧選手が今、牧中一郎誰だっけ、下の名前まで覚えてる。牧修吾、そうですね。あとは丸内だったり、丸内、デバンニ、フランクリン。いや本当でもいいのたくさんあるわ。そうですね。で、こっちにもローリングスのプロモデルだ。めっちゃええ。カラーがすごいな、このカラーが。使える大会で、大会で使うもんじゃないですよ。それ誰持ってんだ、書いてないよ。でも値段が多分プロモデルなんだろうな。すごいな。超来て、超来て、超来て。やめとけ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 。ネタパクりまくってんね。DQS さんとスポタカさんのコラボのすごいね、各周年だって。44,000、公式用が44,000ってことですよ。これこれどうなっちゃってんの一体。片押し、片押しだ。 DQS とオーダーすごいな、たくさんあるラベルが。シンプルにこれめちゃくちゃかっこいいな。確かに。これはどう、着物柄を一部だけ使ったキャッチャーミット。すごいわ。なんかちょっとここが違うんですよ、触れば分かる。違うよ、なんで時反応させてんだよ。こっちこっちこっちだって。なんだこれ、フィット感がすごい。マジだ。なんとかレンジャーのあのスーツみたい。伸縮性ある、うん、触ったことないけどね。これすごいクッションになってめっちゃいいや。これもう今年の流行りが、もう流行りに乗るタイプ。レギュラーじゃロングフィット、これか。そうだ、ショートフィット、ロングフィットがあるね。で一番下がストレートロングなのかな。おお、やっぱ人気なところをしっかりこうね抑えてる、うん、素晴らしい、うん、ストレートロング。いいな。でこれバットとか持って帰れねえかな、埼玉に。そう、新幹線だからね、さすがに。まずいかな、さすがにまずいけど。あ、そういえばなんかあれだっけ、もうすぐ誕生日だっけ。もう過ぎたっす。もうすぐ誰かの誕生日だっけ。あし、なんかある。やべえ、なんかどうしようか。がめつ超がめつ。何、え、何これ。あれがワンちゃんがなんか出してたな。とこ、お前すげえの作ったんな、高橋。フォース高橋、スポタカさんだ。これスポタカさんのやつなんだ。じゃあ他のより高くない、これ。いいの使ってんのかな。これ買ってみる。これ明日オイルオーシャンやってみる。お、投げる気満々です。じゃあ、じゃあ買いましょう、買いましょう。買おう買おう買おう、行こう買おう行こう、はい行こう買おう。え、じゃあいいや、投げるんだったら。だってここにしかないじゃん。まあ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 、でも明日使うかどうか分かんない。でこれどうする、これを買ってく。買わないですよ。どうぞ、切れ出す買っとく。いや、大丈夫です、それ投げれない。やめとけやめとけ。切れ出すはマジでこれやった方がいい、投げる前に。あの野手でもピッチャーでもやった方がいい、これは絶対。マジでこれでめっちゃ変わる、マジで。さっきはマジでしか言ってないけど、マジでマジでマジでやばい。なんだろう、やっぱ今年の流行りのっていうか、今年限定のオールスターで使われる予定のやつ、ね、使われる前に売っちゃうんだね。去年もダイバーシブルそうだったじゃないですか。何やろこれ、カメみたいなやつ。これなんていうのこれ。キャプテンアメリカみたい。 G フォームかっこよ。あ、これ俺前使ってた、これプロ。あ、使って、今も使ってんじゃんな、うん、プロもある。何これは。ヘアバンドです。俺ちょっとこれ買おうかなって。あ、いいよ買って、2500円。うん、
これはこれはリストバンド、すげえ長いじゃん。いいね、リストバンドもいいし、でもこうやってさ、本当なんか見たことないのがあるね、うんうん、ここはあるけど、フランクリンのものってなんかバッテのイメージがあったけど、他にもあるんだなって思いました。アームカバーとか初めて見ました、うん、ね、すごい、これもヘアバンドやん。めちゃめちゃいい。これ全部何メリット書いてくれてますよ。あ、すごい、メリット、すごい、これはすごい、これ分かりやすいよ、お客さんもね。フィンガーサポーターにまで書いてある、ね、すごい。これさ、店員さんがいなくても、うんね、やっぱいない時でもこうやって見てさ、分かるからいいね、うん、これめちゃめちゃいいわ。え、今これですか、買うのは。そうっすね。じゃあなんか俺も買おうかな。買ってほしいじゃないの。そう、欲しい、買いたいけども、買いたいんだけど、スパイダーが今余ってんのよ。待って、あ、そっか、待って、両手で使ってる。そうなので、ちょっと今回はちょっとこれは僕また今度にします。了解っす。で、これを買うんですか、とりあえず。そうっすね、まあロージンはちょっと本当に気になるから、どんなもんなのかっていう。ヘアバンドは髪の毛長いから最近。あ、なるほどなるほど。髪綺麗よな、じゃあ綺麗よな長い方がかっこいいじゃないですか。綺麗よな。じゃあ行きますか、とりあえず。そうっすね。あ、これ流行り、これつけた俺昨日、これ昨日つけたわ。流行りのリザードスキンだったり、プロマークだったりね、いろいろあるし、うん、マルーチのなんか四ツ谷にグリップスティックすごいよ。はい、といった感じですね。今回はスポタカさんを、取材させてもらいました。長めなお店の作りになってますけど、びっしりちゃんと、あの、ほんと欲しいものが揃ってましたね、本当に。で、バッテも僕すごいこう興味のあるものがいっぱいありましたし、あの、見たことないアームカバーだったり、別の商品だったり。あ、それこそこんなこと見たことないですもんね。いや、見たことないですね、本当に。スポタカさんオリジナルのね、うん、ものもあったりして、すごい楽しい場所だなと思いました。で、場所はね、大阪のアメ村の中にあるんですよね、うん、の地下なんですけど、はいはい、こう上のフロアがバスケとか他のスポーツも。そうですね、スポタカさんのバスケとかそっちのコーナーなんですけど、その1個、もう1個下ね、もう1個下に野球コーナーがありますので、めちゃめちゃいいんで、もしよかったらね、来てください。というわけで、本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。